はい、こんにちは、こんばんは、コッシーです。ということで、冒頭からクレーンゲーム攻略動画らしからぬ場所からお送りしてるわけなんですけども、私今千葉県の江戸川沿いをチャリでひたすら走ってるっていう状況でございます。本日はですね、チーカーのモモンガのおくるみぬいぐるみがリリース日っていうことで、なんでチャリかっていうと、個人的におすすめしたいというか、チーカーのぬいぐるみ Twitter で発表あった当初からめちゃくちゃリツイート数も多いっていう感じで、人気景品イコールゲームセンターも絞ってくるんじゃないかなと思ったので、個人的におすすめしたい、おそらく早く取れるだろうっていう店舗でガチでやったらいくらで取れるのかっていう検証を今回やっていこうかなと思っております。なので、まあこのチャリで移動してるっていうことはお気づきの皆さんはお気づきかと思うんですけど、1店舗目はね、千葉県の中でまあクレーンゲーマーの皆さんが取りやすいとおっしゃっている店舗でちょっとやらせてもらおうかなと思ってるので、そんな感じでね、個人的におすすめのゲームセンターでガチで取ったらいくらになるのかっていうテンションでやっていこうかなと思います。とりあえずあと5キロだと思うので頑張って漕いでいきます。はい、ということで1店舗目は千葉鑑定団松戸店さんでやっていこうかなと思うんですけど、まあ予想できた方は多分予想できたと思うんですけど、千葉県の倉庫系といったら問答無用で、千葉鑑いわゆる持ってきいなみたいな感じで取りやすいと言われているゲームセンターっていうのかな、ゲーセンになるんですけども、ここのいいところはぬいぐるみは基本的に3本爪に入るじゃないですか。その3本爪のシールドがね、割と高くないので自力が狙いやすいんですよね。入荷の写真見る限りだといつもの技法キャッチャートリプルに入ってたので、あの感じだったらワンチャン自力いけなくもないと思うので、安心安全千葉鑑定団松戸店さんだと思うので、ちょっとやっていこうかなと思います。
ということで千葉鑑定団松戸店から大移動をまして現在東京の大都会新宿に来たわけなんですけども、前回の動画でもねご紹介させていただいたミートーキョーさんでスイカのモモンガまた撮っていこうかなと思います。ここもね松戸店さんと同じくね間違いなく UFO キャッチャートリプルっていう3本爪に入ってると思うんですけど、自力は狙いやすいかなっていう賞ですね。個人的に3本爪で自力取るんだったら獲得口が前に設定されてるやつだったらやりやすいので、そこ判断基準でねゲーセン選びしてもらえるといいのかなと思います。もうまあ最悪ね天井来たとしても優しい金額だと思うのでちょっとやってみようかなと思います。行ってみましょう。マジか、一回僕こっちで、一回こうで、こうで、こうしたいんですよ。やばい、これで、いやこれ、これじゃないですか。ああダメだ、入らない。あ、でも、これはあるぞ。事故んなければですよね。ここ。そうね。ここのあの隙間に刺せれば最高なんですけど、ちょっと怖いですよね。ここ。これで引っ張ってくる。かかって一回縦にサクサクしてるのが刺す耳のとこ行った方がいいよ。もうちょい手前ここっすよね。行きます。はいはいはい、これでおー、ここからっすよね。6割ぐらいこれなんですよ。マジっすか。これでまあでもがっつり差し込んでここ、こうで、これはいい。うわうわ最悪だ。いや怖いな。ちょっと汗。おーだーい、やったー。
2400円ですか。どうせ難しい。ほんまや。ほんまや。潰しつつ前に。ああ、なるほど。じゃあ私が。そう私。これで多分チェックメイトする。いや、いいんじゃないですかこれ。おお、素晴らしい。ありがとうございます。
の前